こんにちは、速稼塾の久保です。総務省問題で揺れる国会なんですけども、武田総務大臣をはじめとする総務省の体質っていうのがね、かなり悪質だなと私は思ってるんですよね。まあ、というのが今回の事件のうちいくつか問題点はあるんですけども、その一つの、そうですね、東北新社をピックアップしてみましょうか。東北新社っていうのは、まあ、株式会社なんですけども、株式の 20% 以上を、まあ、外国資本に、まあ、買われてはいけないというね、こういった法律があるんですよね。しかしですね、東北新社は実は20数%を外国資本に買われてしまったという事実が分かったんですよね。で、東北新社はこれを総務省の方に、まあ、相談するんですよ。こんなことになってしまったんですけど、ということでね。で、その結果できたのが、東北新社の子会社、東北新社メディアサービスという会社を作って、そちらの方に譲渡することによってですね、通信事業を譲渡することによって、この外資規制を逃れようとしたわけなんですよ。しかもこの手引きをしたのが総務省だということなんですよね。まあ、この辺は国会でいろいろとまだね、結論が出てないところなんで、今の私のね、これは手引きしたのが総務省だっていうのは言い過ぎかもしれませんけども、ただですね、総務省の言い分としては、東北新社からそんな報告は受けていないっていうのね、皆さんもご存知だと思います。東北新社がもうまさにね、自分の会社が外資規制を超えてしまったんではないかなということで、これ外資規制を超えると放送権が剥奪されるわけなんですよね。しかも2年間のこの結核自由になるわけなんで、2年間放送事業ができなくなるんですよ。非常に重大な事案なわけですよね。それを自己申告して総務省の方に、すいません、こういう状況なんですけどもということで相談をしたと。でもその相談した記録が総務省の方にはないって言い張るんですよ。武田総務大臣もポカーンとしてるわけなんですけども、小西博之議員はですね、それをですね、武田大臣が手引きをして東北新社に脱法行為を指示したんではないかなってことを言われて、武田総務大臣がなんか怒ってましたけども、まあでもね、このいきさつを抜きにしても、ちょっと総務省のだらしないところは、自己申告しなければ気づかないっていうのも妙な話でしょ。まあ、まずはね、国会の中の言い分として、東北新社が自己申告をして、もしかしたらうち外資規制を超えたかもしれませんっていうふうに言ってきたわけなんですよ。で、総務省はそれに対して、東北新社の言い分でしたら子会社を作って逃れることができますよというふうな形で子会社を作って、そしてそこで放送をするように段取りを取ったわけなんですよね。で、それを文春法から国会で追及されて、総務省の方は、いやいや、そんなね、相談を受けた覚えはないよと、記録もないよ、だから東北新社が勝手なこと言ってんじゃないのっていうふうにしたんですよ。でも東北新社の子会社を認定出したのは総務省ですよね。それよりも何よりも、こういった放送事業の外国資本 20% 以上っていうことは、総務省が毎日厳しくチェックしなければならないことですよね。それを東北新社が言ってこなかったから、その記録も記憶もないから分かりませんでしたってことで許されるんですかね。それだったら放送権を持ってるところが株式を外資規制を超えて、株式をね、売却したことを総務省は言われるまで分からないっていう、こういうふうなね、ザルの機関だということなんですよ。やっぱりね、私たちもそのちょっと身近な例に置き換えていただきたいんですけども、まあ、スピード違反ってありますよね。車のスピード違反は、私たちはいろんな方法で、見つかっちゃうわけですよ。じゃないと世の中めちゃくちゃになっちゃうから、スピード違反が自己申告ってことはあんまりないと思うんですよ。自己申告しなくても破るやつはいないかとかね、破ったやつはすぐに分かるようにいろんなパトロールしてると思うんですよ。それこそ機械をつけたりとかしてね。でも総務省っていうのは放送電波という国民の共通の財産を扱ってる割には、随分チェックがね、ぬるいですよね、今回のことで。で、しかも自己申告があったことをとぼけてですね、自分たちには責任がありませんよっていう言い方をするんですよ。で、武田総務大臣も相変わらずですけども、国民に疑念を持たれた、そんなね、疑念を持たれるような会合に、接待に応じることはないって言ってますけども、武田総務大臣ね、私ね、あなたの存在自体がね、大いに疑念ですよ。何やってるんですか。それから小西博之議員が先日言われてましたけども、小西博之議員ってもともと総務省で働いてたんですよね。ですんでね、すごく怒りをあらわにしました。総務省という素晴らしいね、この環境が菅総理と武田総務大臣によってぶち壊されてしまった。もう怒りにね、
もうこれ打ち震えてる様子が私には分かりましたね。私ね、小西洋之はこの、ね、あまり好きじゃないんですけども、今回の追及に関しましてはね、かっこいいなと思いましたね。こうでなくちゃ野党じゃねえぜと思いましたね。そして自民党のしょうもないこと、菅総理大臣までが国民に疑念を持たれるような会合に応じることはないと。じゃあ国民に疑問を持たれないような会合には応じたんですねって言うと、それも答えなわけですよ。ということはね、答えられないってことは、まあ、自民党のね、各閣僚、まあ、やましいことばかりということなんですよね。加藤官房長官も、まあしょうもない人ですね。まあ、自民党ね、ほんとふざけるなって話ですよね。で、広島ではね、あれだけの巨大買収をしときながら、また自民党から候補者立てるわけですよ。ふざけんなよと思いますよね。この上思いますけども、自民党に票を入れる人って、もう完全にね、自虐視感の極まりですね。自民党のどこにね、その票を入れる価値があるのかなと。これだけ嘘をついて国民を騙し続けて、国民を痛め続けて、どんな状況にあっても、微対一文払わないみたいなね。そんな政党ですよ。自民党がいる、あるのがね、もう自民党の党員である人がどう恥ずかしくないのかなと思っちゃいますよね。その家族に至るまで。何なんですかね、羞恥心っていうのはどこに向かってるんでしょうか。確かに恥知らずっていうことで罰せられる法律はないんですよ。だから法律をね、破る破らないっていうところでずぶとく構えてるとしたら、これほどね、最悪な時期はないんじゃないかなとですね。それこそ自民党と一緒に心中するのか、自民党以外と心中するのか、私たち国民は非常に選びにくい二択の選択を迫られているんじゃないかなと思いますけどね。いかがですかね。それでは本日は以上です。